FNS 歌謡祭 1997FNS 歌謡祭 1997FNS 歌謡祭は1997年12月11日19時21時54分に生放送された通算26回目の FNS 歌謡祭である。今回は前回に続いて横浜アリーナが会場となったが横浜アリーナでの開催はこれが最後 次回からは3年ぶりにグランドプリンスホテル新高輪が会場となる。この年の9月23日をもって長きにわたり放送枠を提供した火曜ワイドスペシャルが廃枠となり、その2ヶ月弱後の11月18日には19時の漫画名作劇場サザエさんも終了したため、10月より新たに木曜19時に0時54分に設置された協力。 木スペ百二十分を借り切り、トンネルズの皆さんのおかげでしたも休止にした上で十九時二十一時五十四分の枠で放送、以後二千二年まで木曜放送となる。なお、FNS 歌謡祭の木曜放送は、コンテスト時代の九百七十五年七月十七日放送の第三回本戦以来二十二年半ぶりで、コンサート時代では初であり、十二月の第二木曜日に、 生放送された唯一の回でもある。この年4月に開局したばかりの桜んぼテレビと高知さんさんテレビで初めて放送された FNS 歌謡祭。今回をもって FNS 歌謡祭本編では2014年まで観客を入れた形式での放送は行われていなかった。2015年以降にデーズ方式になったため基本的に第2夜の FNS 歌謡祭では 観客を入れた形式での放送を行っている。演歌、歌謡曲勢は、香西香織、長山洋子、藤あや子の3人で出演となった。ジャニーズ事務所からはスマップ、時を、オ、キンキキッズ、V6 の4組が出演した。また、キンキキッズは、FNS 歌謡祭に初出演となった。ありがとうございます。